境界付近にあるる湖で五色沼とも呼ばれ雑王連邦の中央部の最も標高の高いエリアにあり、しばしば雑王連邦の象徴として見られている。宮城県と山形県の県境から至近であり、宮城県のみならず山形県の名所としても紹介される。岡間は外林山と爆裂加工によってえぐられた中央加工級とによってその周囲を ぐるりと囲まれている。これを水を入れた釜に例えることができる。また、お釜の湖水の水温は火山活動によってたびたび上昇している。お釜という名称のはっきりした由来は不明だが、このような周囲の地形、あるいは火山活動による水温の変化で語られることがある。写真中央にお釜があり、その東側に五色だけがある。これらを 東側が開いた、C 型の外輪山が囲む。1976年度撮影の国土、交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。岡間周辺の 3D 画像岡間のあるエリアは、カルデラであるが、その外輪山の東側は崩壊している。外輪山の尾根をたどると、北側が、ロバの耳岩あたりから、 西側の馬の背北緯38度8分17.3秒東計140度26分33.6秒北緯38.138139度東径140.442667度3 8 1 3 8 1 3 9四4 0 4 4 2 6 6 7を経て南側の勝っただけに至るラテン文字の C あるいは馬蹄型になっている この外林山の内側に標高1674メートルの五色岳という中央加工丘があり、この西側中腹に直径約400メートルの爆裂加工がある。この加工の底に水が溜まってできた加工庫が丘まである。座王の火山活動は約100万年前から始まったとする説があるが、少なくとも70万年前には始まっていたと考えられている。 約3万年前には、山体崩壊が発生して、カルデラが形成された。その後、約3000年前から2000年前頃の活動で、外林山の東側が崩壊し、現在のような東側に開いた、C 型あるいは馬蹄形の形となった。約2000年前からは、外林山の内側での活動により、中央加工級である五色だけが形成された。当初の加工は、 現在の五色だけの最高部の南側、現在の岡間の中心から見て、南東方向にある窪地である。1968年時点の調査によると、加工湖としての岡間の湖岸線の長さは1080メートル、東西直径325メートル、南北直径325メートル、最大水深27.6メートル、平均水深17.8メートルである。 岡間の最大水深についての最古の記録として、1908年に約50メートルだったというものがあり、その後、1927年に60メートル、1931年に43メートル、1937年に35メートルと記録され、火山活動のあった1939年には63メートルと、再び深くなった。 火山活動が完全になくなった場合、オカマは完全に渦漏れてしまう可能性があると推測されている。また、水質は pH3.5 の酸性であり、ここに生物は一切生息していない。7月頃までは溶けた残雪がオカマに流れ込むが、それ以外は降雨を除いてオカマへの水の流入はない。融雪期や大雨の際にだけできる。 五色川と呼ばれる水の流れがあり、それによって形成された三角州が湖畔に存在する。また、一見すると、お間から流れ出る川は見られないが、お間の湖水は水面下で濁川へ徐々に流出していると考えられている。濁川は東に流れ、尖った温泉の手前で隅川と合流して、松川と名を変え、さらに白石川、阿武隈川を経て、 太平洋に注ぐ。激しい噴火活動があると、この川に沿って泥流が流れる傾向がある。雪解けの季節や、豪雨の後のお釜の水位は、水の流入で高くなり、逆に、陶器は流れ込む水がなくなるので水位が低下する。お釜の水の色は、火山活動の有無で変化する。火山活動がない時期は、澄んだ瑠り色である。火山活動があると、 固定の沈殿物が舞い上がって攪拌されるので湖水が白っぽく濁る。また、酸性度の変化により湖水の鉄分が酸化し、これが分離して水が赤みを帯びる。また条件によっては水中で化学反応が起き、硫化鉄が生成され水が黒っぽく見えるようにもなる。このような様々な条件によってお釜の色彩は微妙に変化する。 水の透明度については、火山活動休止期の1928年に5.7メートル、火山活動があった1939年に1.5メートル、さらにその後0.9メートルと記録されている。ザオウは1918年に噴火し、その際、オカマに噴気が発生した。その後、噴火には至っていないが、1939年頃に、 お間の水温の上昇が見られた。現在も固定に何箇所かの気候が存在し、火山ガスの継続した噴出が続いている。お間の研究史においては、明治時代の噴火について、小千部忠史章が、大正時代の火山活動について、大森久吉やちや部壁四郎太氏が調査していた。昭和の初めには、旧西山形高等学校の安西徹が、 オカマの研究を継承し、オカマの湖面にボートを浮かべて調査を続けた。これについては、罰当たりなことと恐れをなす人もいたという話が残っている。またこの当時、観測には、徒歩やスキーによる登山と、テントによる長期滞在が必要で、多大な苦労があったという。後に、調査の拠点としてスキー小屋や観測小屋が建てられた。 安在の観測は陶器を含めて20年以上行われ、研究成果が後世に残された。南側のカッタだけから外林山が崩壊している、北東方向に向けて撮影したザオカルデラ。中央の窪地が旧火口その左側の峰が中央火口級の五色だけ、その左側に火口湖の五色沼がある。お構えは宮城。 山形両県から向かうことができる。座王連邦には、座王エコーラインが、東西に走り、この途中から分岐する、座王ハイラインの終点の駐車場から遊歩道を伝って、お釜を見下ろせるかっただけ頂上や馬の背に向かうことが、できる。この駐車場のすぐ近くには、宮城県営の座王山頂レストハウスがある。あるいはザ、ザオエコーライン沿いにある。 座王高原カった駐車場から、山高リゾートが運営する、カッタリフト、もしくは登山道で、お釜を眺められる馬の背の稜線上に出ることもできる。自家用車で、座王エコーラインへと向かうには、宮城県側からは、東北自動車道の村田インターチェンジ、または、山形自動車道の宮城川崎インターチェンジが、山形県側からは、山形自動車道の山形座王インターチェンジ、 または、東北中央自動車道の山形、上野山インターチェンジが、最寄りのインターチェンジとなる。公共交通機関で、岡間へ向かうには、白石蔵王駅発着の1日2便のバスがあり、所要時間は1時間42分である。また、山形駅発着の1日1便のバスがあり、所要時間は1時間36分である。ただし、当機関は運行していない。 座王エコーラインは陶器に閉鎖する。陶器の丘間へ向かう場合、冬山登山によるもの以外は不可能である。ありがとうございます。